皆さんこんにちは、こんばんは。ココロリンクゲームズベイ君です。スーパーマリオメーカー実況やっていきます。よろしくお願いいたします。まずこちら SGDQ Things That Go Bump いきましょう。クリア率が 2% でございます。バンプってバンプオブチキンのバンプなんかな。やっぱりでもバンプオブチキンのバンプの意味俺分かってなかったんな。どういう意味なの。おー、なるほど。ほんでこれ勢い任せでいった方がいいね。わかった。押して、よいしょして、跳ねてからのバンプ、バンプか。バンプか言ってるけども。すげえ知ったかしたけど、なんかそんな感じの意味なんかな、バンプって。こう跳ねて、こうして、飛んで、なるほど、左上のバネ使ったらいいのか。いや、これ面白いぞ。こうやろ。んで、バネで跳ねて、で、ここのバネを使って右に行って、すげえすげえ。で、そのままの勢いで行ったらいいんか。そのままの勢いで行って、バネ、ああ、わからん。ちょっとよくわからんかったけども。で、このバネ使って、オッケー。ほんで、ここがいまいちわからんけど、ジャンプ押しっぱで行けましたね。オッケー。ほんで、バネ使って、ほい。ほい、待って、どこかわからん。で、そこ、なんか取ったぞ。やっぱ、いろいろあった。いろいろあって、俺全然頭ついてってなかったんやけども。お、中間がこれは嬉しいね。ありがとうございます。おー、待って。オッケー。バンプしていこう。しっかりと、バンプしてかな。全然見えてなかった。ここ跳ねて、下行ってってことか。よしよしよし。面白いな、これ。これ相当面白いぞ。こうやろ。で、ここで跳ねて、で、こいつが来るねんね。オッケー。来るから、この音何この音何この音すげえ気になる。嫌な音がしている。お前や。お前使って、で、バンプして、やん綺麗に入ったね、今。こいつに多分飛べばいい OK ね。OK! かなり楽できたぞ。今のかなり楽できたのは非常にありがたい。で、ノコノコは関係ないか、今の。おー、どういうことめっちゃ難しいやつってことよね、これは。これは相当難しいけど、一気に右の、あ、ない。あ、終わった、これ。大丈夫。一気に右のとこに行きたいから、あいつがやり過ごしてから、オッケー、なんとか行けました。さあ、扉に入っていく。これは落ちたらマジか。オッケー、このまま行きましょう。うわ、むず。右や、よしよしよし。で、ここはあんまり跳ねずに行く。花ちゃんが跳ねてますな、そんなことより。これ、花ちゃん使っていくやつや。オッケー。よーしよしよし、待って。よし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 。むずい。めちゃめちゃむずい。ほんで、焦らず落ち着いて、中間ゲットでございます。ええぞ、ええぞ。これ緊張感もあって素晴らしいコースやね。これ難しい、意外にね。どういうことおー、耐えたんや。オッケー、大丈夫。落ち着いて。落ち着いて。で、右に抜ける。よし、なんとかなりました。さあ、次が、バネで跳ねて。あ、うん言うてからの、オッケー、わかった。こういうことや。ほんで、下、オッケー。わーい、タイム。オッケー、お前に跳ねていくわけね。すげえ、本当に面白いぞ、このコース。ほんで、どうしたり。あ、これ間抜けてくれちゃうかな。こうやったら、オッケー。多分抜けるもんね。よしよしよし。すげえ。待って、花ちゃんおる。花ちゃんおるぞ。なんや、取り出感半端ないんけ、この花ちゃんの。どうやっていくね、こんなん。待てよ。よいしょ。いけるこれ。死ぬ未来しか見えへんけど、俺には。いける。よしよし。なんとかいけました。緊張感半端なかったんけど、これは走ってったらいいのかな。走っていきましょう。で、飛ぶ。いや、食らうんかいな。よし。で、これ多分、走ってったらいけるようになってんじゃないかな。オッケー、いけた。ほんで、おー、めっちゃ現れた。決めましょう。よろしくお願いします。ギリギリで飛ぶのはいいねんけど、ここで、オッケーすげえ罠が最後に仕組まれてましたが、なんとかクリア。これまた素晴らしいコースでございました。電話が鳴り響いております。というわけで、SGDQ Things That Go Bump クリアさせていただきました。ありがとうございました。バンプってやっぱり跳ねるとかそういう意味があるんかな？ちょっとその辺気になりました。というわけで、次のコース参りましょう。続いてこちら、ベルリさんのコース。私の負けだ。だが、この城は崩壊する。お前も、道連れだ。めっちゃ面白そう。もうタイトルがやばい。ってことは、これもまた、行きはよいよい、帰りは怖い系のステージでございましょうか。お前、もうちょっと戦う。しかもちょっと崩れてる感あったね。素晴らしいな。戦ってる感ゼロやったんけど、一応マリオ倒したけども、クッパの恨みが
なので、こっから頑張っていかなあかんねや。うわ、崩れてる崩れてる。オッケーオッケー。で、急いで、カロンとかも一応死んでしまったという、そういう体ののこのこなんかな。さあ、出して、あ、めっちゃ急がなあかん。これ絶対急がなあかんぞ。オッケー。んで、跳ねて、殴られる、一回。しかし、あんまり焦るわけにもいかない。待って待って待って。どんなミスり方やねん、それ。これ、下行って、ここでミスったのはちょっと自分でもびっくりしましたが、さあ、飛んでいく。よし、これね、私もすでにチビなんで問題なし。そのフラワーなんや。待って待って待って、そういうことか。フラワー出てきますってことね。優しいな。お、なんか、あれやな。クッパの、なんていうか、怨念が、火を吹いてるっぽいですね。ほんで、こうして、こうして、オッケー、登れる。パウ、パウ、パウで、なんとか破壊していく。よし、中間ありがとうございます。ほんでもって、これはしゃがんでいけばいいのかな？お、なんか倒した。ようわからんけど、なんか行けました。入っていきましょう。さあ、まだ脱出。うわ、お前、完全にもう亡霊とかしてるやないか。羽生えてもうてんぞ。羽生えてもうてますけど、私はこう、スイーンと行ってからの、よいしょ、下をくぐっていきましょう。さあ、クッパ。なになにこれ。これで倒せってことか。これで倒していきましょう。あ、違ったクッパの呪いに負けてしまったここで、ノコノコをちゃんとこっちに放たなあかんかったわけよね。ほんで、スイーンして、あれ必要なんかな。じゃあこれも絶対右にあるんだからね。オッケー。そういうことね、そういうことね。踏んで逃げて、さあ迫ってきたが、なんとか逃げ切る。面白い。さあ続いて、お、土管に入ったらオッケーね。まだ脱出できないか。脱出成功。よしよしよし。さあ、インドを渡せ。ドーン言うてからの上、イグジット。そんなん書いてくれてんの、この城。敵の城すげえ優しい。どこが出口か書いてくれている。逃がす気満々。そういうステージでございました。優しいね、クッパさん。死してなお優しい。私の負けだ。だが、この城は崩壊する。お前も道連れだ。大変楽しませていただきました。では、次のコース、参りましょう。続いてこちら、最速さんのコース。重なりレール道、ドゥプリケイティブレールズパーク。いいね、クリア率が 5.93% でございます。重なりレール道っていう、なんか語呂めちゃくちゃいいね。タイトルが素晴らしい。おっと、これは、おお、爆発すんのか。やっとけばいいのかな。お、なんであいつ爆発したの、勝手に。で、おお、すげえすげえ。あ、なんかが重なってんねや、全体的に。びっくりした。まさか下に履くとは思わんかったけども。下にも。おお、ほんまやほんまや。全部重なってる。すげえ。ってことは、これは油断ならへんけども。なんとかなりました。さあ、ドアに入っていきましょう。じゃあ、ここも、振ってきて、何かが重なってるから爆発すんねや。すげえ。これいいん、こうやって。すげえすげえ。お前、なんか全然怖ないやん。うわぁ下田やられた、完全に。ここはね、油断ならんぞ。見事、この罠ね、最高やわ、今のね。めっちゃ完全に引っかかってもうたもんね。これはいけんのかな、でも。よし、大丈夫ね。めちゃめちゃ面白いわ。さあ、中間ありがとうございます。そんで爆発して、あれも怪しいな。ハテナブロックが見えんもん、先に。オッケーオッケー。どっちもあったんや、一応。すげえすげえ。これは下をくぐってったらとりあえずいいかな。オッケー。下に次履くよね、どうせ。履かんか。履くんか。連続やったわ。もうね、全部かかって、まだまだトゲ飛んできた。もう全部かかってる。すげえ悔しい。なんでこんな心理を読まれんのやろ、俺って。うわー、これは大丈夫。これはよく見たことあるぞ。なんで、一回待機して、で、次行こう。で、ここで一回待機して、冷静にね。どんな時もレース、これ何出す？おー、すげえすげえ。どっちもあるやん。どっちもあるやん。ひどい表現でしたけども、先に行きましょう。お、中間中間。これも、ちょっと気をつけて。まず中間取ってから、これなんかあるよ。お、来た来た来た。うわー、待って待って、逃げて。右めっちゃ美しいね。どっか行きやがった、ほんであいつ。あいつと戦うんかな、この後。そうや、そうや、そうや、そうや。面白そう、面白そう。さあ、モグラちゃんが出てくる。これ何倒してんの、普通に。オッケー、倒して。これじゃあ、急いだ方がいいよね。すぐ多分引いて作るから。オッケー。危ない。で、雲に乗って、上に行く。これ雲乗ってた方がいいかな。雲乗っときましょう。違う。なんか背中あるぞ、これ絶対に。あと、また、また、また。タイム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 。雲、ツタ、ツタ、ツタあんねやったら雲いらんやったん、別にな。しまった。じゃあ、雲あんねやったらツタいらんかったなって言いたかってん、俺。な。この雲があんねやったら、そう、さっきも言ってんけど、ちょ、噛みまくってたけど、これでいいんじゃないの？ね。ほんで、逃げていく。これも、
一応じゃあとこか、なんとなく見たいから、あ、ほんでこいつで破壊していくやつやね。うわー、そんなバカなまさかの嫌がらせやった。ちょ、左に入ってもだ、もう地味な地味なミス。オッケー、抜けれた。さあ次何待ってる。ほう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 、オッケー、メットを破壊していく。いいぞいいぞ、なんとかなりそうや、なんとかなりそう。ワンナップをなんとなく取っておく。お、ありがとう、キノコがあった。こんな嬉しいことってある？なかなかないと思うねんけども。さあ、右に走っていく。面白い面白い。んで、カロンちゃん、お、うめえ。そうかそうか、こいつレールにあったら無敵なんだよ、すごいな。んで、これはなんか出してもらわなあかんね。なんか出して、危ない、そんな罠には引っかからんぞ。あ、かぶろころ、かぶりたいねんけど、あいつ来るから一応かぶりたいんで、かぶっておきましょう。かぶらしてくれる。 OK、 かぶった。すると、えっ、食らうんかいなダメでしたもう全てがうまいこといかない、そういうこともたまにはあるよね。 OK、さあ、ほんでここや、しっかりとこいつを、待って待って、かぶらして、 OK、 かぶって出して、で、よし、 OK、 ほんでドタマでどついてた今かなよし、うまいこと言った。今日初めてうまいこと言った気がしますけど、大丈夫ですかこれは。大丈夫です、イエーイ素晴らしいわ、めちゃ面白いやんこのコース。なぜこんなセンスあるコースが本当思いつくのか不思議でございますが、めちゃ楽しかったです。というわけで、重なりレールドをめちゃめちゃ楽しませていただきました、ありがとうございました。では次のコース参りましょう。続いてこちら、一心さんのコース、10秒マリオ。低姿勢なやつはいつまで経っても低姿勢だ。クリア率が 8% ですね。これめっちゃタイトル気になるよね。低姿勢ってことはしゃがんだらあかんってことかな。取るしかないんじゃないの、でもこれ。そしたら低姿勢になるから、もう俺はダメってこと。ああしかもタイムアップもあんのか。え、これどういうこと。ここでなんか、おお、取るときになんか見た、今取るときにジャンプしてたらなんか立ってたよね。あ、ジャンプっていうかファイヤーボール履いてたら立ってたぞ今。さあ、取った瞬間多分飛んでた。ほらほら、いけたいけたいけたで、すげえ、完全に壁すり抜けの術でございましたけども、最後に低姿勢でちょっと飛んでしまってんけども、なんでやろ、これめちゃめちゃすごいね。やっぱこれもでもバグ系なんかね。ちょっと前にドトンの術みたいなんがあったけども、それ関係なんでしょうか。非常に気になる、そして嬉しい。こういうね、謎解き系をクリアできたのはね、あんまりないので、僕めちゃくちゃ嬉しく思っております。ありがとうございます。10秒マリオ、低姿勢なやつはいつまでたっても低姿勢だ、クリアさせていただきました。というわけで今回こんな感じで終了です。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価やコメントぜひよろしくお願いいたします。では次回もお楽しみに。ココロリンクゲームズ、レイくんでした。バイバーイ。